振り上げていくもんでしょ。だからあたしは教師の中の教師ってことよ。わかる？詳しくはあたしの著書の教育請負人に書いてあるから。もう絶版だけど。腐ったみかんは周りのみかんもダメにする。あくらぎともや、お前は腐ったみかんなのだ。僕たちレンコン、レンコン兄弟。レンコン兄弟。入りすぎた。もうすぐ出るから。ミサちゃんと仲良くしないとダメ。だってはぐれないように。こりゃ。ともや、どうしたの？ねえ、ともや。見たの？本当？具合悪かったら無理しなくていいよ。水持ってきてあげようか。昔の夢？私の？え？私？生まれてからずっと髪短くしていたことなんてないよ。智也のお母さんが死んだ時は私おばさんの家にいたよ。おばさんが教えてくれたの。智也のおじさんから電話がかかってきて、私が代わって話したよ。そうだったよ、確か。でも智也と病院に行った記憶はある。でもその時はいなかったよ、私。それ私じゃないよ。でもおかしいな。どうして私すぐに病院に行かなかったんだろう。おじさん、ごめんね。もう大丈夫だよね、ともや。もう寝ないとみんな起きれないよ。遅いからそんなのやめよ。ともや、明日話せばいいでしょ。ともや、もうやめようよ。聞かせてもらったわ。みんなして何の話しているのかと思えば、まったく。で、何の話してたの？教えてくれたっていいじゃん。何、私だけなんか蚊帳の外ってやつじゃない？これわあ、お酒臭い。ちょっと飲みすぎですよ、先生。飲んでないわよ、バカが。みんなして酔っ払い見つけたら酔っ払い酔っ払いって。酔っ払いが酔っ払って何が悪いってのよ。もう何言ってるの、この人は。あんたがそんな無責任なやつだとは思わなかったわよ。あんたが私を家に誘ったからこんなことになのよ。何？あんた人前でおぶつまき散らせって言うの？あんた分かってんの？そういうことしたら明日から私のあだ名がゲロ女になったりすんのよ。何？それとも私がこの大入り超満員のステージでリバース一発ぶっこんで恥ずかしがるとこ見ておーおー、恥ずかしい女だな。みんなが見ている前でそんなもん吐き出して。それでも教師か。なんだお前、言葉攻めされて感じてるのか。感じてんだろ、ここがビンビンだぜ。どうしようもないエロ教師だな、おい。とか言う気ね、言う気な。この明け口にこの手なのね。この節くれだった枯れ木みたいな指で私のぐちゃ濡れなお枯れ木。あれ？あんた誰だっけ？ああ、思い出した。この間食べたお昼ご飯のラーメン代おごってくれた。で、柿田先生が一体何用で？ああ、そうですか。すみません、すみません。っていうか、私の方が問題。先生、ポケットを貸して。心が赤木ちゃん、広い心、ワイドハート、オッケー。でもゲロくさ。先生